アプローチショットとは、グリーン周辺からカップに近づけるために打つ短いショットのことを言い、大きく分けるとボールを転がしてピンに寄せるチップショットと、ボールを上げてからスピンを利用してピンに寄せるピッチショットに分けられます。この動画では転がすアプローチショットであるチップショットについて解説します。ボールを転がしてピンに寄せるチップショットは、転がす距離の長さによってさらに細かく分けることができます。ボールからピンまでの距離が10メートルだとしたら、2メートルから3メートルくらいボールを浮かせてから7メートルから8メートル転がすショットを、ランニングアプローチ、5メートルくらいボールを浮かせて5メートルくらい転がすショットを、ピッチエンドランと言います。ランニングアプローチはロフトが立っている7番から9番アイアンを使用します。打ち方は、ボールを左足のかかと内側の延長線上にセットし、スタンスを狭くして肩のラインが目標に対して平行になるように構えます。クラブは短めに握ります。グリップとシャフトの境目を持つくらい短く握っても大丈夫です。アドレスで作った肩と両腕の三角形を崩さないように、手首の動きを抑えながらボールを打ちましょう。ピッチエンドランは、ランニングアプローチよりもロフトが少し寝ているクラブを使用します。9番アイアンやピッチングウェッジでクラブの振り幅をランニングアプローチよりも大きくすれば、キャリーとランの比率が5対5くらいになります。打ち方は、ボールを右足寄りにセットし、スタンスは狭くして肩のラインが目標に対して平行になるように構えます。クラブを握る位置はランニングアプローチよりも少し長めにし、肩の回転だけでボールを打つのではなく、フットワークを使って腕を動かしましょう。